はい、どうもハリウッドでございます。本中もほっとけないをやっていきたいと思います。今回ですね、またプロレスの話ではあるんですけど、プロレス今のプロレスファンって結構トースポが熱いみたいな、岡本記者さん、岡本さんで合ってると思うんです。岡本記者がこう行くみたいな、なんかもともとトースポの記事が面白いってなったら、僕は内藤選手がロスイン後の時になんかこうファミレス集合みたいな あるんですよ、ファミレスネタみたいな、いろいろと話して、で最後に内藤がいなくなって請求書を置いて帰るみたいなっていうのがあって、でなんかそれでトースポと内藤の記事が面白いって結構ざわついてるんですよ。でそれにグレートオカが入ってきたんですよ。なんか匿名前提でなんかトースポは岡本は単独インタビューに成功したって言って、ようこそ愚民どもみたいなっていう一文で、もうグレートオカってバレてるやんみたいな、その匿名性何も意味ねえよみたいなのがあって、でそれでなんかやっぱこので今回内藤選手とオカンで絡んでて、でトースポの岡本さんとかがいろいろ書いてたんですよ。で岡本選手すごいみたいな、いや岡本選手ですねみたいな、内藤選手こうですねみたいな来てて、でそれこそ今日ですかね、昨日26日試合があって27日でその岡本さんのトースポの記事で上がって、となんかこうグレート岡本飛んだ勘違いやろみたいなので上がってて、なんか当然の結果であるみたいな、もうすごい手のひら返しが面白いんですよ。でグレート岡本がもうひどいみたいな、もうなんかその後ろに電波っていう電波を引きずり回されて情けない顔声を上げたら会場は失笑にまみれたとか、なんかその大空つばる式変形 の決め技があるんですけど、ただただ売名がしたいがためだけに考えた技とか、サルマネの TT とかですよ、テンダー2ボトンドライバーとかですよ。だからそれじゃあ内藤からスリーカウント取れるはずもないみたいな。で最終的に、ね、デスティーナに連発食らって、これで飛んだ完成会野郎の試合終わったみたいなこと書いてて、いや面白いですね本当に。もう今や多分本当にプロレスっていろんな楽しみ方があると思うんですけど、やっぱね、このトースポと特に岡本記者ですよね。岡本記者とこれでなかなかそのテレビとか、いろんな多分新日本プロレスのワールドとかあっちの方とかでもあんま取り出されることないんで、ただただネットの記事で岡本さんのツイッターでフォローしてやっていくと、まあ、そこも楽しめて、だから今回本当に内藤選手 と、グレート岡選手の試合ですかね、まあ、本当にグレート岡ちゃん、岡さんちゃんってさん負けちゃったんですけど、なんかそこの記事まで合わせていくとやっぱりなんかグレートオーカーン面白いなみたいな、多分これからも、今回で一段落するんですけど、また次は、ユナイテッドエンパイア、まあ今度の福岡ですよね、福岡でのオスプレイと高木慎吾の試合次第でまたちょっとどういう風に変わっていくのかなっていう風に気になるんで、まあ、そこも追いかけていきたいんですけど、まあただね、ユナイテッドエンパイアとロスイン後での絡みになるとどうしてもね、武士がジュニアなんでね、でユナイテッドエンパイアはジュニアがいないんで、まあこのシリーズ全部ほとんどですよね、ほとんどの試合が、武士がツアーオブアイランドとか、それこそこの間は、オスプレイですかね、ブレーカー食らったりとかして、まあ武士がね全部負けてるっていう話になってて、まあ、ヒロムちゃんが欠場してその後で武士が戦うってなったのがね、デスペラートで取られてってなってて、ちょっとね武士がのね不運がずっと続いてて、ちょっとやっぱね、その軍団構想はいいですけど、一人ジュニアを入れてくれないとやっぱで誰がどうせホールされて負けるんだろうなっていうのが見えちゃうんで、なんかそこら辺の選手の使い方もちょっと考えていただければなっていうふうにちょっと思ったりはしております。はい、ということで今回これ終わります。それでは失礼します。バイバイ。